普通の一般的な普通のエンジンに乗せて軽い車両に足回りをすごく設計を良くして高性能な車を作ったっていうところが魅力があるんですかね。職業とかそういう年齢を超えたところでコミュニケーション取れちゃう、で仲間が広がってくる。サーキット野上っていう、ロータスヨーロッパを主役が乗る漫画がありまして、当時の高性能スーパーカーをやっつけちゃうようないう漫画がありまして、私も当時漫画に夢中になりまして、もうそれの影響を受けた人は多いですね。でロータスはやっぱりハンドリングが命なんで、人間が操る機械としてはやっぱり乗って楽しい車を提供するっていう精神はずっと続くんじゃないかなと思いますね、はい。